お待たせいたしましたこれよりルビーブライズ2016表彰式を開始いたしますルビーブライズは新たにルビーコミュニティに貢献した方を表彰するいわばルビーコミュニティの新人賞として2013年よりスタートいたしましたえ受賞にふさわしいと思われる方を広く世界中からご推薦いただき 一般財団法人ルビーアソシエーション一般社団法人日本ルビーの会そして松江市によって組織される実行委員会による審査選定を経て本日受賞者の発表と表彰が行われますそれでは表彰式に先立ちましてルビープライズ実行委員会委員長松本幸宏よりご挨拶申し上げます すまもうこのおじさんの挨拶はいいよと思ってらっしゃる方も多いと思いますけども私も本当にそう思います。Ruby <laughs> <laughs>、えー、プライズですね、毎年2013年以来、毎年 Ruby コミュニティでそで最近こう、顕著に活躍してらっしゃる方を表彰する賞として、あ、え、のー、あの、あの 企画させていただいていますで、えー、今年もですね3名の方を最終ノミネートという形で選ばせていただきました、えー、残念ながらですねユーリ・ソロコフさんは、えー、っとロシアからこちらに来ることはできなくてですね、えー、お二人しか来ていただけませんでしたけれどもただ、えー、この中からですねお一人の方にルビープライズを残りの方には副,あの、まあ、なな副賞という形で、えー、差,し差し上げあのし 表彰させていただこうと思いいますいずれにしてもです、ね、どなたがその最終的なプライドを取られるにしてもこの中に誰の名前が書いてあるにしてもです、ね、この3人の方の,その活躍は本当に素晴らしいものだと思いますので、えーっとまあ、今後の活躍も、ねえー、ぜひ期待しつつまた、えー、っと来年 来,来年もやりますよね <laughs>、はい、来,来年も,あの来年もこう次はコロナこの,中の皆さん、あるいはその新しい方をです、ねえー、とこう褒めたたえまたあのこうあこう祝なんていうのあのお祝いしたい表彰したいというふうに思います。あのぜひ今後もです、ね、ルビーコミュニティにおける顕著な活動をです、ね ええー、この方々も含め、多くの方々に、なしていただければ、またその、えっ、ー、と。まあ、励ましの一助としてね、ルビーフライズがなれば、というふうに思います。よろしくお願いします。実行委員会委員長、松本幸弘より、ご挨拶申し上げました。続きまして、同じくルビーフライズ実行委員会、松江市長、松浦正孝の代理であります。松江市副市長、吉山修より、ご挨拶申し上げます。 えー、皆様こんばんは、えー。ご紹介いただきましたあの松江市あの副市長の吉山です。え挨拶は簡単にと思いますけども、あのここ松江にですね、あの各地から多数お越しいただいてますので、えー、一言あ言歓迎のですねえー、挨拶ということでさせていただきたいと思います。ちょっとここはの外が見えませんけど、今日天気が良くてですね、ここ松江、あの宍道湖という湖があります。今日日はですね事湖に大きな大ききなな夕日が そして雲がですね、夕焼けになってまして、大変あの外はきれいですが、ちょっとここでは見えませんのが残念です。本当に今回のルビープライズですね、4回目ということになりますけれども、これは皆さんそれぞれルビーというコミュニティに関わる皆さん、これをより楽しく発展させるということで作られた賞です。今回にノミネートされました 男女にお二人おられますけれども、山口様、それからシートンさん、そしてあのちょっと欠席でして人もソコロフさんですね、3名の方です。お三方のウェブセキュリティのですね基礎となります重要な部分や Ruby、JRuby のですねパフォーマンスの改善に大きく貢献いただいたというふうに聞いております。この Ruby プライズのですね新人賞 受けるにふさわしい活躍をされているということで、心、えー、より、えー、経由表紙ですね、今後の活躍を期待したいと思います。えー、皆様、あのここ松江もですね、人口20万の都市ですけれども、今日本全体が人口減少社会、ここ松江市もですね、えー、5年間で2300名ほど減っております、えー。水の都、それから国宝松江城を有する城下町と知られる松江ですけれども、 ななかなかこのの人口減少社会は厳しいものがありますそこをどうやって乗り越えて生き残っていくかさまざまなことをしなければいけませんけどもやっぱり地域にある資源を生かすということでこのルビーというものがですね松江が持つ大きな資源ということで松江市の方はですねルビーシティ松江プロジェクトという看板を掲げて取り組んでおります特にあの午前中市長の方からもあったかと思うんですけども えー、資源を生かすということともう一つですねこれは息長く、えー、次の世代に向けて引き継ぎながら続けてやっていくということが大事です、えー、ルビーシティ松江もですね、えー、もう10年、えー、なろうとしています、えー、10年というのは大変あの重い意味があります、えー、10年やるこの継続する実績をですね次の10年に向かって生かしていくということで、えー、また松江のですね、えー、大きな資源として 活用してまいりたいというふうに考えておりますこういったあのルビープライズですね準備いろいろしていただいております結びの言葉としてはですねこのルビープライズの実施にあたりましていろんな方からご尽力いただきましたけど先ほど挨拶された松本さん それからルビーアソシエーション様、日本ルビーの会の皆様、多くの皆様のですね、ご協力があって開催することができました。感謝を申し上げて私の挨拶としたいと思います。今日はどうもありがとうございました。松江市副市長、吉山おさよりご挨拶申し上げました。ちょうど今、松江の空が夕日でルビー色に染まっているんですね。さすがです。それではお待たせいたしました。 これよりルビープライズ2016の受賞者を発表いたします最終ノミネート3名の方々の中からルビープライズ2016の栄冠を手にされる方は誰かでは松本委員長よろしくお願いいたしますああいいんですかも <laughs> <laughs>、はい、ノミネートの紹介とかするかと思ったんですけど違うんですねはいでは、ね ちょっと緊張しますね、えー、ルビープライズ2016、えー、受賞者は、えー、山口和樹さんはい、でお願いします <laughs> 山口様ルビープライズ受賞おめでとうございますさあそれでは早速表彰に入らせていただきます最初にルビープライズ2016を受賞されました山口和樹様 続いて最終ノミネートされましたクリス・シートン様の順で行います。なお、ソコロフ・ユーラ様につきましては本日来日することができませんでしたので表彰は省略をさせていただき事前にいただきましたビデオメッセージを上映させていただくことにいたします。 ルビープライズ2016山口和樹ど殿ルビーの普及と発展は開発に協力してくださった多くの方々の努力の結晶ですアートの活動はルビーの普及と利用促進に大きな貢献をされたものと認められましたよってその栄誉をたたえここに称します2016年11月3日ルビープライズ実行委員会委員長松本幸宏はいおめでとうございますおめでとうございますそして 素晴らしいトロフィーが、えー、トロフィーになります。ちょっと重い。<laughs> ありがとうございます。副市長の方から、はい、こちらを。おめでとう。副賞100万円のプレートが渡されました。ではあのカメラをね構えていらっしゃいますので、ちょっと一緒に記念撮影をねてしていただきましょう。 なんか松本さんが受賞したしみたいな <laughs>、はい、ルビープライズ2016山口様に決まりましたはい、皆様今週の大きな拍手をお送りくださいおめでとうございました <laughs> えそれでは山口様一言いただけますでしょうかちょっとマイクをご準備いたしますので 今のお気持ちをお願いいたします。えっと、本当に予期していないことだったので、ちょっと驚いているのと、大変嬉しいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくおめでとうございます。それでは、最終ノミネートされました。クリスシートン様の表彰に移らせていただきます。 2016 final nominee, Mr. Chris Seedham. The development of Ruby is the fruit of all of our efforts. In recognition of your outstanding contribution to the development and the spread of Ruby, uh, November 3rd, 20, 2016, we Prize Executive Committee Chairperson uh, Matt. <laughs> Congratulations. Okay. And this is the trophy. そして副賞は100万円でございますあ、嘘あ、失礼いたしましたあそうですね、10万円でした <laughs> ごめんなさい、10万円のプレートが送られますはい、100万円はね、えー、山口様でございました、失礼いたしましたえそれでは一緒にね写真を撮っていただきましょう 来週ノミネート。それでもこちらの、ね、選ばれる3名に選ばれることも素晴らしいことです。えー、どうぞ皆様大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。<laughs> ではクリス・チートン様から一言スピーチをいただきたいと思います。Uh, allowing ruby programmers to not repeat themselves and to express themselves lazily is really good and the work i'm trying to do supports that and means that we can make ruby fast even though it has all those excellent features in it thank you very much thank you. えもう一方最終のミネートされましたそころふゆうら様えビデオメッセージいただいておりますので上映させていただきますそれではあの男女の皆様どうぞお席の方にお願いいたしますではビデオメッセージご覧ください Good day Ruby community. I'm Sokolov Hura, also known as Fanny Falcon. I live in Moscow and work in Melaru Group. It is a big honor to make a speech in front of you and to accept this nomination. My daily job is not connected with Ruby. Working on first contribution, Star Ruby convinced me to dive into C. And now I'm mostly a C programmer but ruby is still my favorite language for daily scripts experiments and prototypes i learned to write clear and concise c code by reading ruby source code and by trying to make patches ruby code team will accept ruby code team has really inspirational point of view on how code should look I had several contributions during several years. I convinced to include garbage collector parameters to Ruby 1.9.3, copying it from Ruby Enterprise Edition. Some remembers me for patches which improves Ruby startup time, although most superior patches were accepted and convinced to apply small hash optimization to regular hash and made some other improvements to hash table code. I fixed issue with using array as a queue, convinced to add the size of my log and free, add some small improvements to structs. My patches of hash entries allocation and uh, Per-class method cache were used by Github for some time. I tried to improve sample tables by switching to a lighter hash structure and participated in development of current AD table implementation. Finally, I participated in an attempt to change ST table data structure, started by Vladimir Makarov. Together and in opposite to him. In summary of these contributions, I may honestly accept this nomination. Thanks to Yukihiro Matsumoto and all Core team for beloved language. Thanks to Ruby Prize Executive Committee for this nomination. そらうら様からのメッセージでした様おめでとうございましたそれでは最後になりましたけれどもルビープライズ2016を受賞されました山口様に受賞記念スピーチいただきたいと思いますそれではよろしくお願いいたしますえっと今回は今回ルビープライズを CRuby の RubyOpenSSL っていう標準ライブラリの一つでして これへの貢献に対してルビープライズをいただきました。これについて少し話しさせていただきます。まず自己紹介させてください。と山口和樹と言います。と普段は東京で東京工業大学っていうまあ大学の 学学生をししててておりまま普段は毎日日大学に通う日々を送っています5月より CRuby のコミット権をいただきましてそれ以来 RubyOpenSSL の貢献をしてきましたこの RubyOpenSSL もちろん名前の通り OpenSSL に関係がありましてこの OpenSSL っていうのは TLS や SSL のプロトコル そして汎用の暗号ライブラリとなっています。RubyOpenSSL ていうのは Ruby プログラムと下の OpenSSL のライブラリをつなぐバインディングライブラリでしてつまり Ruby で書かれたプログラムと オープン SSL で書かれたプログラムをつなぐ役割を果たします。これは何が嬉しいのか、もちろん Ruby からオープン s s l の機能を使えるってことにあるわけなんですけど、もちろん大変なメモリ管理、そしてエラー処理ですね。でメモリ管理はまあガーベージコレクションがありますし、エラー処理として例外で脱出できる。そしてオープン s s l の API っていうのは、まあ、罠が多いといいますか、落とし穴がたくさんあるわけです。でこれをから ほぼ1対1の関係で、使えるっていうのは大変嬉しいことなんですで、まあ、この RubyOpenSSL っていうのは僕みたいなユーザー以外にも使われているわけでして例えば最近だと HTTPS のためのネット h t t p が間接的に使いますそれを使う RubyGems は当然それを使うわけですつまりそして RubyGems は GEM をダウンロードする際にネット h t t p を使いますし他にその GEM の署名の確認だとか署名の検証だとかを RubyOpenSSL が担っていますま。ということで RubyOpenSSL っていうのは RubyGems を元とした Ruby の世界を支える柱の一つと言えるわけです。しかし現実的にその RubyOpenSSL っていうのはあまりよくメンテされている状態ではありませんでした。 これの原因はもちろんアクティブなメンテナーが不在だったということにありますとそ,ういうそういった現状を私がメンテナーを引き受けた5月以来大きく改善してきましたとまずソースコードおよそ2万3000行あるんですがそれをすべてレビューしました でレガシーコード、とこの RubyOpenSSL っていうのは初めて,初めて作られたのが2001年でしておよそ15年間のまあ歴史が積もっているっていいますか、まあ、古,い古い使われていないコードがたくさん残ってたわけですね、まあ、それを整理しました、まあ、これはかなりリーダビリティに貢献しましたとまた RubyOpenSSL っていうのは、まあ o、Ruby のライブラリーなんですが チケットが Ruby と一緒のバグトラッカーで管理されていまして、そこに大量に溜まっていたわけですね。でそのうちバグに関係ある48個のチケットを閉じ,閉じましたで。その他にも暗号化あ安定性をずいぶん向上しまして、これはコードレビューのおかげなのですが、まあ、メモリーリークがこれだけ見つかると。 でまあ、一方、まあ、オープン s s l っていうのも、まあ、15年間何もなかったわけではなくてとオープン s s l 1 1っていうのが今年の8月に出たんですね、まあ。これが僕がメンテナーを引き受けることになったきっかけでもあるんですが、まあ、これは非常に大きい変更でして、まあ、オープン s s l およそ70万行のソースコードのうち 30, 30万行が書き換えられるっていう。 とんんででもないアップデートがあったんですこれは2014年のハートブリード脆弱性はおそらくまだ記憶に新しいかと思うんですが、まあ、随分反省があったわけですでその後かなり o p e ン s s d の開発っていうのは活発になっていましてそういった脆弱性を発生させないための発生させないために 多くの変更はなされましたとそのため、その一部として OpenSSL ユーザーが間違いを犯さないようにするため OpenSSL っていうのは以前まで公開ヘッダーに内部の構造などがなんかめちゃくちゃ書かれていたわけです。でそれを全て削除されました。RubyOpenSSL っていうのは古いライブラリですから、まあ、かなりなんというか内部実装 を直接触ったたりしていたいわけですで、まあ、それはかなり影響がありまして、まあ、10分の1近く RubyOpenSSL のソースコードっていうのは結構コメントだとかドキュメントの割合が多いんで、まあ、ソースコードの実ソースコードの、まあ、10分の1以上は書き換えるはめになった、まあ、その一方で OpenSSL っていうのはやっぱりまだバグだらけでこういった OpenSSL 側のフィードバックも必要でした 他にも RubyOpenSSL には最近大きな動きがありまして、これは私の成果というよりは、昔から頑張っていた人たちがいたんですが、OpenSSL が GEM になりました。また GitHub に開発を移行して、もっと開発をしやすい状態に、そして GEM になったとっいうことは、GEM インストール OpenSSL で更新できるようになったと。それで Ruby2.4. で今年のクリスマスにリリースされる予定だと思うんですがでそれにはデフォルトジェム化された新しい o p e ン s s l が入りますとまとめさせてください RubyOpenSSL っていうのは RubyGems が Ruby のコミュニティにおいて大きな役割が役割が増えると,とともに重要性が高まってきましたでそこで Ruby OpenSSL の実装における過去の負債を大体すべて返済しましたこれにより今後の開発の土台を固めることができましたありがとうございます山口様どうもありがとうございました <laughs>、はい、この中ナチュラルな感じがいいですね <laughs>、はい えー、それでは、えー、皆様ルビープライズを受賞されました山口様そして最終ノミネートされましたクリスマユーラ様に今一度大きな拍手をお送りください。おめでとうございました